こんにちは、みずきです。今回はマスカラの比較をしていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、ちょっと前に発売されたキャンメイクのクイックラッシュカーラーセパレートタイプと、元々あった普通のね、クイックラッシュカーラーを比較したいと思います。はい、こんな感じで、これが元々あったクイックラッシュカーラーで、こっちの方が新しく発売されたセパレートタイプです。カラーは同じブラウンで、ブラシの違いはこんな感じです。ちょっとカラーも見ていきましょうかね。この普通のタイプのブラウンはこんな感じで、極細のブラシタイプはちょっとね、これカラーがつきにくいんですよね。先端、はい、こんな感じで、まあ、こっちの方がねたくさんついちゃってるので、濃く見えるかなと思うんですけど、しっかり見るとねあんまり違いはないんですけど、まあ、若干こっちの方が焦げ茶っぽいですかね。こっちの方が明るめのブラウンって感じ。こっちの方もね多分薄めに塗るとほらこんな感じで明るめの茶色になるので、うん、カラーの違いはほとんどないです。でこれがね新しいパッケージなんですけど、カールバッチリキープと書いてあります。元々のクイックラッシュカーラーも本当にカールキープ力あるので、まあ、その辺に関しては多分一緒かなとは思うんですけど、大きな違いは仕上がりです。この前からあるクイックラッシュカーラーは結構ねボリュームが出るんですよね。でしっかりこうパッチリした目元が作れる感じのマスカラで、まあ、塗り方次第ではナチュラルにもできるんですけど、どちらかというとしっかりめな目元を作るときにすごく使えるなっていうマスカラです。で今回のセパレートタイプは一本一本こう束になりにくいように作られてるマスカラで、ボリュームというよりはナチュラルでロングタイプのマスカラです。でこれをねマスカラの下地としても単品使いでも使えるそうです。で他に違う点といえば、この普通のタイプは繊維は入ってないんですけど、このセパレートタイプには入ってます。クイックラッシュカーラー自体がマスカラ下地トップコートマスカラとして1本3役で使えるので、下地いらずでこうカールキープが結構長時間長持ちするので、そこが好きで私はよく長時間外出の時は使ってました。でその1本3役っていう部分ではこの新しいセパレートタイプも同じです。であと同じ点はウォータープルーフタイプっていうところですかね。これ本当にね涙とか汗とか水にかなり強くって、クレンジングでねメイクを落とすのがすごいめんどくさいくらい落ちないです。このねパッケージにも水、汗、涙、湿気、皮脂に強いと書いてあります。であと美容液成分も配合と書いてあるんですけど、これはおそらく元々のクイックラッシュカーラーにも入ってる成分かなと思います。なので基本的な部分はほとんど一緒です。ただ違うのが仕上がりですね。その仕上がりと数時間経った後の経過もねしっかり見ていきたいと思います。はい、じゃあまず同じようにビューラーでまつげを上げていきます。今回はまあ普通に全体的にしっかりめに上げていこうかな。そしたら左目の方はこちらキャンメイクのクイックラッシュカーラーブラウン普通のタイプを塗っていきます。普通のタイプというかこっちのタイプですね。これ意外とねしっかり液体がまつげに絡んでくれるのでボリュームは結構出ます。はい、上のまつげこんな感じです。で下の細いまつげも、まあ、普通にキャッチしてくれて、こう一本一本の毛が太くなる感じですね。コームで整えてなくてこんな感じです。結構バサバサ系。はい、そしたら右目はキャンメイククイックラッシュカーラーブラウンのセパレートタイプを使っていきます。今度はこういう極細系のブラシです。はい、塗っていきました。こんな感じです。仕上がり全然違うの分かりますかね。このブラシの塗りやすさ自体はあんまりこう変わりはなくて、とにかくね仕上がりが全然違います。見て分かる通り、もうこっちの方はねしっかりこう液体が絡みついて、こうまつげが太くなるようなボリュームが出ます。でこのセパレートタイプは本当に名前の通り一本一本固まらずに綺麗にこう上がってくれて、すごくナチュラルなんだけど長さはしっかり出てます。
ただボリュームは少ないです。この仕上がりはね本当好き好きあるかなと思うんですけど、私的にはこのスッと伸びる感じがかなり好きなので、セパレートタイプの方が使いやすいかなと思いました。ただまあこの薄いね短い下まつげとかに関してはこっちの方がねしっかりこうボリュームが出るので、私は使い分けで結構この2つ使いそうな気がします。下まつげはこっちの方使って、上のまつげはこの伸びるタイプ、今後ねちょっとそんな風に使っていきたいなと思いました。バッチバチにまつげを強調させたいときは多分こっちの方を使うとは思うんですけど、普段はまあこのセパレートタイプを使うかな。うん、仕上がりはそういう感じです。で今からちょっと予定があって何時間か外出するので、帰ってきた後のまつげの経過もお伝えします。はい、ということでまた後で。はい、という感じで数時間後こんな感じになりました。もう特に変わってないですよね。ほんとカールキープ力に関しては私プチプラの中ではこれが一番すごいと思ってるので、どっちも最初とね変わりがないです。ナチュラルな方はどうしてもね多少下がってくるかなと思ったんですけど、そんなことも全くなく、もう普通に元気なまつげのまま、これはびっくりですね。なので本当にこういう汗とか皮脂が出やすい夏場にはかなりおすすめです。ほんと使ったことない方はぜひ試してみてほしいです。仕上がりもね2種類好みで選べるので、ぜひぜひ試してみてください。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。では